か杉山ダントです、うん、このスパイクのポイントは自分が気に入ってるポイント、ポイントが、うん、キュッて止まれるところと、うんうん、あとまあちょっと細めなんで、うん、中ずれあんましないところですかね、うん、やっぱクロスを上げるときどっちの足が重視するその履き心地蹴る方の足か軸足か軸足です軸足じゃあ右足か右足です、うん、どこがポイントなの軸足だとやっぱりなんか中ずれしちゃうとなんか、うん、そういうところが気になるんであ軸足のね、うんうんうんやっぱクッと刺さった状態でもう足がもう固定されてるって言ってもうこのままこのまま止まりたいんで、うん、あもうグッと、うんうん、中でこういうとかになっちゃったらすごい嫌なんでな、ねうん、それがないところがいいですね下では裏はどうですスタートこれですか、はいでもこれはめっちゃ止まりやすいですまあでも多分これ FG だからなんですけど、うん、人工芝で FG 使うと本当止まりやすいな天然芝は逆にあでも天然芝はどっちもいけますね FG でも取り替えでもやっぱりなんか下が丸よりもこう軽くがいい丸よりは絶対こっちの方がいいあ多分滑らないと思います、ね、刺さるし、うん、やっぱキックする時も左足のキックする時も右の重心っていうか軸足の方がスパイクラブの一つのポイントまあそうですねでも何でも履けちゃうはいこだわりはないすごいね何でも合う足ってすごいねそうっすね今分かんないですけど、うん、合ってんのかどうか分かんないですけど、うんうん、もしかしたら自分に合うスパイクがあるかもしれないけどまだこれが今そうっすね多分ティンポの方が足的に合うんですけど、うんうん、ちょっと壊れるからこっちにしたらこっちも結構合うみたいな感じですこっちは壊れにくい、まあ、まあそんな感じですイメージは、うん、でも合います、うん